もう日本に来ない可能性。サッカーの欧州強豪クラブがこぞって夏に日本ツアー組む先駆けとなった。パリ・サンジェルマンが2年連続の来日でバブル崩壊を迎えた、アルナスルと国際親善試合を行ったが、5万人収容のヤンマースタジアム長居で観衆派25,432人止まり。昨夏派大フィーバーが起き、JH 川崎線派国立競技場が64,922人の超満員となったが、2匹目の土壌入なかった。観客6割減の減員派明らか。特典付きチケット5万円をはじめ、最安値でも2万円と強気の価格設定で臨んでいた。メッシが移籍していない、エムバペも来ない、料金が法外。わざわざたかが親善試合に10万、とか払う奴らがいる方が異常だよ。8万、払って粉試合見せられたらね、たまらんわ。前回メッシネイマールエムバペ揃い踏みとかラッキーすぎたわ。しかもラモスまでいるって。去年が異常だった、メッシという世界一のスーパースターがいた上に、コロナと経済の低迷でしばらく欧州のトップチームが来てなかった。それが爆破したからああなっただけ、2年連続で来たのもダメだったと思う。そもそもパリ・サンジェルマン自体にはネームバユーないからな、メッシ、ネイマール、エムペバの3人に向けられたものだしね、マンチェスターシティの試合派きっちり6万、以上入ってるしね。エムバペ派来ないわ、ネイマール派出ないわ、チケット3倍？いろいろ勘違いしちゃったんだろう。